こんにちは、あおです。今日は自分らしい声の探り方、自分らしくて気持ちが伝わりやすい声の探り方というのをやっていこうと思います。自分らしい声で歌うって、その自分らしいってなんだろうっていうのがすごく難しいと思うんですよ。やっぱり誰か好きなボーカルさんがいたりとか、好きな曲があったりすると、それに似せて歌ってしまいがちなので、どうしてもモノマネになってしまって、その自分らしい声っていうのがどんなものかわからないっていうのがあるかなと思います。私は結構それで悩んだことがあります。で、自分らしい声ね、こう話し声とかもやっぱり自分らしい声っていう、その自分の本来の声が出ると、その人に対して気持ちが、なんていうかね、伝わりやすいというか、気持ち、コミュニケーションってね、気持ちって絶対自分の本心って伝わることないんですけど、なんかやっぱり素直な声が出ると、その人の耳の情報ってすごく大きいので、その喋り方の内容よりも、その声のトーンが心地いいとか素直な感じがすると、人間って割と人を信用しやすかったりとか、親切にしたりしたくなったりとかするので、そのなんていうか、聞き心地の良い声というか、なんだろう、自分の素直な声を出すっていうのは、なんかこう自分の素直な気持ちを見せるのと同じような感じになるかなと思いますので、ぜひやってみてください。で、とっても簡単です。ため息の練習をします。こんな感じで、はぁはぁはぁ、こんな感じで優しいため息を出すというのが自分の声を探る練習になります。で、これ結構ね、やってくださいって言うと難しいんですけど、リラックスするような場所でやってもらうとやりやすいかなと思います。お風呂の湯船に入ってる時とか、一人で部屋でゆっくりしている時とかにやってもらうといいと思います。寝転びながらとかでもいいと思いますし。で、まずは息だけ出してください。こんな感じで手のひらに向かって、こう、冬に寒い時に手を温めるみたいな感じで、こんな感じで息をまずは出してください。で、しっかりね、あったかい息が手のひらに当たるように、で、気持ちはなんかここら辺になんか温かいものを感じる感じで、例えば動物が好きな方だったら子犬とか子猫とか小鳥とかをイメージしたりとか、あと赤ちゃんとか、なんか自分が可愛らしいなとかホッとするなというものを思い浮かべて、こんな感じで息を出してみてください。で、ここに声を乗せます。こんな感じですね。もうこれだけで大丈夫です。これが上手に自分が出そうと思った時に出せるようにしてみてください。こんな感じですね。こちらの練習なんですけど、録音して聞いてみてください。自分の声が本当にこうため息混じりの素直な感じに聞こえるかっていうのは、出してる時は割とわからなくって、こう録音して聞くと、あ、なんかわざとらしいなっていうのが最初はあったりします。私もその練習をやってた時に自分ではできてるつもりだったんですけど、録音を聞いてみると、なんかすごいわざとらしいため息を出しててうまくできてなかったので、そこら辺は客観的にチェックできるように、このため息の練習を録音して後から聞くっていうのを繰り返してください。自分の大事なものに接する時ってこういう音色の声を出しますよね。例えば私が先生に、このやり方を教えてもらった先生に教えてもらったことは、なんかこう、例えば親しい、なんか自分の恋人とかに朝起きた時におはようっていう時って、おはようとは言わないくって、なんかおはようみたいな
感じで、ちょっとささやき声みたいにしたりするよねっていうの、そういうのを歌声に持っていけば、あの歌が気持ちがこもるし、あのそういう声で話すと、まあ、こういう声で若い話したらちょっとなんか気持ち悪いですけど、あのそういう優しい感じとか素直な感じが入ると気持ちの伝わりやすい声になりますよっていう風に私の先生は昔教えてくれましたので、皆さんもやってみてください。でまずはもうため息だけちょっと声を乗せてできるようになってください。でこれができるようになったら音階を乗せてもらって、こんな感じで、こんな感じで音階を音階に合わせてあのため息をつくようにしてみてください。そうするとまずは練習になるかなと思います。で、そう、あのなんでこのかすれた声がいいのかなっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、実際多分かすれたこういうなんていうかため息みたいな声はこう本心が出る時によく使うのかなというイメージがありますね。こう家帰ってきた時にはぁってやったりとかって、絶対なんか嘘がないような時に出す声じゃないですか。とか、あーかわいいなあの猫ちゃんみたいな感じで、なんか本当に本心を出す時にしか出さないようなこうリラックスした声なんで伝わりやすいのかなと思いますけど、あの仕組みで言うと声帯を声出す時に閉じるんですけど、なんていうかあの息の量をすごくたくさん漏らしてる声なんですよね、これって。で、あの、ブルースとかジャズ歌う方って、あの、すごい、なんていうか、こういう声ですよね、その、あーってこう、なんか、息漏れが聞こえる声。で、わざとそれを作るために、お酒をたくさん飲んで声をわざと枯らして、歌う方いると思うんですけど、声を枯らすってあの声帯になんていうか傷をつけてるんですよね。あれあのお酒とかを飲んで大きい声出してタバコ吸ったりするとあの声帯が痛んで傷がつくんですよ。そうするとあの声帯こうちゃんと閉じられてると張りのある綺麗なポーンとこう張りのある声が出るんですけど、あのそうやってタバコとかお酒とかで喉ガラガラにしちゃうと隙間ができるんで息漏れがあの入りやすくなるんですよね。そうすると味のある声になるんですよ。なのでこれを意図的に作るというかっていうのが今のこのため息の練習になります。声潰したい方は、潰してもいいと思うんですけど、一生戻らないんで、一回潰れたら。声帯って本当にすごく薄くて小さいものなので、一回ちょっとでも傷がつくと、もう、そこは手術とかね、できないですので、絶対戻ることないんですよ。で、そうするともう枯れた状態から戻ることっていうのはないので、気をつけて本当にそれでいいのかっていうのは考えてから、そうやってそのねわざと喉を潰す人いらっしゃいますけど、そういうのはちょっとよく考えてからやるといいかなと思います。やる場合はねあんまりおすすめはしないですけど、というので今日は自分らしい声とか気持ちが伝わりやすい声の出し方というか探り方をやってみました。ため息の練習だけですので、ぜひお風呂とかでやってもらったらいいかなと思います。ありがとうございました。